で、その楽器をやりながら声を出す、歌を語るっていうことを、まあ公金じゃなくね、まあ、楽器何でも考えた時に、その弦楽器をやりながら歌うっていうのはよくあると思うんですね、うんうん、あのギターを弾き語るとか、あとなんだ、バイオリンやりながら歌う人はあんまりいないですかね。あんまり聞いたことないです。ジプシーの人たちがやりそうな、やるけど実例を見せるって言われるとどうかな。ですね、オピチさんがやってました、ね、うん、あとピアノ弾きながら歌うとかね、うん、それはもしも私が家を建てたのか、古すぎるその例が出てくるとは思いませんでした。違うすぐ思いついた、ついたのそれ。まあ他にも何か楽器やりながら、あ、それこそキルギスのねコムズ弾きながら歌うとか、ドラムとかもありますね。そうそうそう、それはもうちょっと次に行こうと思うんですけど、あ、まあ弦楽器、弦名楽器をやる、やりながらっていうのはよくある、うん、そのなんていうんだろう、別に誰も変なことやってるとか色物的なことやってるとは思わないですよね。で、その、まあ、幕名楽器、対名楽器っていうのは それこそ太鼓とかね、うん、なんか木魚みたいなものを叩きながらお経を唱えるとか、うん、それから何、念仏、日蓮宗の内輪太鼓叩いながら、ね、叩きながらなんか念仏唱えるとか、それからあと和太鼓なんかでこうハッとか言うけど、あれは同時にはやってない気がするんですね。一瞬だけど間があった時にハッっていう気がするんですよね。あ、 それは同時演奏に含めるかどうかっていう、ね、微妙な問題がそこで生じるかなっていう、うん、あとはなんだ、それこそね、そのポップス関係の人でドラマーが歌ってるコーラスつけてるっていう人もいて、ね、そういうの見るとすごいなと思いますね、うん、メインボーカルのバンドもいますね。ああ、うん、そう、私その楽器弾きながら歌うってことはできないですよね。それこそギターにしてもピアノにしてもどっちか、私もできないに集中しないと、なんていうの、できないですよね。できる人すごいなと思うんですけど。で、話が全然進まない。